出羽の花吉姫、1928年11月1日から2011年3月3日は、1950年代に活躍した大相撲力士である。最高位は、西全島13枚目。現役時代は、出羽の海部屋に所属していた。現役時代の体格は176センチメートル94キログラム。特異種は突っ張り、右四つ、より。 青森県西津軽郡斜力村出身。1946年に上京して、各界入りし、同年11月、出羽の海部屋から初土俵を踏んだ。当初は本名や大桜を名乗っていたが、幕下時代、同部屋の先輩にちなんだ出羽の花の嗜名を襲名。最盛期でも25冠という軽量であったため、出世は早くはなかった。 1952年1月場所で重量昇進、1954年1月場所で新入幕を果たす。その後は幕内会と重量を何度か往復していたが、1957年1月場所では自己最高位となる西前頭13枚目まで番付を上げた。しかし場所前より積水分離症にかかり、同場所から2場所を連続して全球。結局、 そのまま廃業し、各界を去った。廃業後は一時、出羽の海部屋に戻り、マネジャーを務めていた。京都市里、水野直文、令和三年版大相撲力士名百135ページ、全身打撲により初日から全休、脊髄分離症により初日から全休。ありがとうございます。